今日はね、これからこの海のふるさと村の下のメメズという浜でね、釣りをして、それでだな、毒のない魚をすべてキープして、磯の香り漂う和風ブイヤベース、これを作ってだな、食ってやろうじゃないかと、こういう計画でね、県探隊の上級士官どもがやってまいりました。今日はとにかく磯の香り漂う和風ブイヤベースだからな。だからフグはダメだから。フグは一応ババだから、ババな、ババに引いた人は罰ゲームだな。どういうこと？死ぬってことだよ。ロシアンルーレット、玉が出ちゃったから死ぬってことだよな。だよな、フグ釣った人は罰ゲーム。フグ釣った人はだから罰ゲームで、ロシアンルーレットの引き金引いたら玉が出ちゃうんだよ。玉は玉だ。玉はドピュって出ちゃうの。玉がキョンキョン。な、どこから、どこから、それを言っちゃちょっとな、それは言えねえよな。はい、じゃあね、今日はここでこの磯でな、食材を確保します。皆さん頑張ってくださいね。はい、頑張ってください。巻いてよ。はい、ほら、コマセ係、ゆめちゃんにコマセ係、はい、待って、はい、こうか、早く巻けよ。そこだぞ。よし、巻いた巻いた、いいぞ。まあ、あんまり巻かなくていいよ。おー、惜しいな。まだ大丈夫か、もう一回、うん、あ、いいとこ行った、いいとこ行ったな。おー、入った入った。お、釣れた、釣れました、やってた。お、釣った、釣ったよ、ほら。うわー、しおちゃん釣ったよ。ブダイだよ、それも。うまい魚だよこれ。やったじゃん。やったよ、おめでとうございます。早速食材ゲットだよ。ねえ、やった、磯の香り漂う和風ブイヤベースの素釣りました。やりました。どんどん釣ってくださいね、お願いします。おー、なんか釣れた、なんか釣れてしまった。何が釣れてしまったんだ。おいおいおい、あー、これだよ。せーの、そらー、これだーと。あー、コッパだ、コッパのお腹です。これだよ、この小さいやつ。でもね、今日はしょうがない、和風ブイヤベースを作るというね、掟があるから、まあこれはキープということで。ごめんねー、コッパくん。また釣れた、釣れた、また釣れました。またまたコッパか。せーの、そらーっと。あー、今度のはさっきのよりちょっと大きいわ。それもイスズミだよ、イスズミ。やっちゃったよ、イスズミ。でもしょうがねえ、掟があるからな。ほら、うわ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 、このイスズミくん、なんかうんこしてる。うん、どう頑張ってもね、コッパしか釣れないんで、私はもうやめます、これで。結局私の釣果はなんだ、あそこに入ってる4匹かね。じゃああれを持って帰りましょう。お、こっちももう納棺しましたね。どうですか、こっち。え、大量で、大量。どれどれ、堤防組はどうか。うわ、いっぱい釣れてんじゃん、これすごいよ。ほら、ちっこいけどね。じゃあね、これをね、すべて磯の香り漂う和風ブイヤベースにしましょうね。一匹だけな、それでべっこ漬け作ろうな、はい、な、今日はしおちゃんが今日から合流だからな。我々は昨日食ったんで、べっこ漬け、うん、だから今日はしおちゃん用に一番いい魚でべっこ漬け作ってあげましょう。お、ショータイムも帰ってきました。どうですか、チョーカー。ショータイム、ナッシングです。
ナッシング？ナッシング。なんだよそれ。え、罰ゲームだな。まあいいや。正体にはな。一番いい魚で罰ゲームの別個漬け作ってやるからな。待っててください。勘弁してほしいです。いやいやいや、だってナッシングなら罰ゲームだよなあ。そうだよな。はい、それではね、この釣果、これをね、和風ブイヤベースの素材にしましょう。まずね、このメジナ、メジナの方はね、すべて和風ブイヤベースの素材とします。これはもう鱗を取ってね、内臓を取ってきれいに洗って、それで終わりとします。それでしおちゃん隊員が食う一番いい魚で作るべっこう漬けはこのブダイです。そして翔隊員が食う一番どうでもいい魚で食う罰ゲームのべっこう漬けはこれです。こいつな。まあ名前は言わないんだけど、こいつでやりましょう。はい、こちら超いい魚のサクトリが終わりました。ブダイの刺身です。じゃあね、これをビニール袋に入れて持ち帰って、あとはバーベキューの会場でべっこう漬けにしましょう。はい、こちら罰ゲーム用のどうでもいい魚もこのように柵取りが完了しました。これはイスズミです。なんかね、ちょっと見るとほら、黄緑色っぽい色してるよ。見るからにまずそうな色。でもまずそうなだけで、本当はうまいかもしれないからね。まあこれもそれではビニール袋に入れて持ち帰って、バーベキュー会場でべっこう漬けに仕上げましょう。はい、じゃあね、持ち帰りました。こちらね。こちらが塩ちゃん用のすごくいいお刺身ね。でこちらが罰ゲーム用の賞賛用ね、どうでもいいお刺身。じゃあね、これにだね、この島唐辛子もう2つしかないんだよ。昨日7個持ってきたんだけど、5個俺らが食っちゃったからな。じゃあこれをだね、ここにこうハサミでまずな、チョキチョキっと切ってこう入れてだな、なこういう風に、はい、入りました。じゃあこっちもな、こっちのどうでもいいお刺身の方にもこう入れてな、入りました。じゃああとはこの中にな、このお刺身醤油をダーッとこう入れて、こっちもな、ダーッと入れて、それでこうね、口を縛ってこれをこうぐちゃぐちゃぐちゃっと揉んでだな、しばらく置いときゃ食い頃になるってわけだよ。
おお、こちらはブイヤベースでございます。ほらメジナ、結局キープしたポッパメジナ9匹をこのように、まずだね、塩ね、軽く振ったこの水でというかお湯で煮て、その後な、味噌とネギを入れて和風ブイヤベースに仕上げようじゃないか。さあもう焼いて乾杯しましょうよ。乾杯。バーベキュー、やっと待ちに、バーベキューの炭もこのようにつきました。やりましたね。じゃあバーベキューぶっこきますか。バーベキューね、ぶっこきましょう。タレにしようか。うん、あ、お皿もあるんだね。イタリア薬だよな、いろんなものこれ。うん、うん、いいよ。まあ、それでもいいよ。はい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 、やってください。こうやっていいの？うん、これはもういいの？いい、いいよ。ここに誰が触るんだ？ベジタブルが来た。ベジタブルが来た。野菜だ。お、肉は、肉の前に野菜を。最初はね、野菜。まあ、さすが。なんか高齢者のバーベキューって感じで。若者のバーベキューじゃねえんじゃねえのか、これよ。で、肉乗っけろよ、早く。これは、やったよ。これじゃなきゃ、そっちはいらねえよ。これはこっちに。じゃあこれが焼けたらな、まずは乾杯して、その後にあっちに控えてるな、あのメジナと高麗姫路もここに乗っかるとな。何を乗っけるの？魚を乗っけるんだよ。おー、磯の香り漂う和風ブイヤベースもなんとなく沸きました。はい、入りました。これね、例の調味料、これで和風ブイヤベースです。じゃあ今回のバーベキューというか釣りというかなんというかレジャーをね、祝って乾杯。やりました。おっしゃー、ゆめちゃんは、おー、乾杯。こっぱメジナ釣った後のビールはうまいぜ。でこれ、あ、これだよこれだよ。うわー、もうなんか食い頃食い頃こうぜって言っちゃってね、はい、これに、うわ、ざく切りだよこれ。だーってここにタレに入れて、それで、うん、いいよ、送って、はい、どんどん食ってください ね。それで私も行きます。これな、これだーってここにつけて、だーっとな、これだよ、ニンニクだよ。行きます、行きます。うん、これね、うまい、うまいよこれ。すごい、なんかビンビンになりそう。水の真ん中に来ました、来ました。これ39センチの木の筒ね、はい、行ってください。うわー、これだよほら、これやりました。もう一個抜けて赤いやつ、わーい、行きました。赤いの高麗姫路、そこにドーン。うわー、これだ、やりました。これだよ、すごいバーベキューだよ。これうまいです。お、いい感じ。おー、裏返りました、今裏返りました。これだよ、おー、バーベキューになってるよ。なったなった、いい感じで焼けてんじゃん、うまそう。なんかもうさ、こっち側の面は食えるんじゃない？箸で持ってツンツンってつまめば食えるそう。ね、なんかね、うん。まあ、どうぞ行ってくださいよっていうか、ね。それを自分の目をつって。うまそうだ、これ。私はね、このね、こっちおすすめ。この、うん、姫路、うん、高麗姫路。結構おいしいよ。まあ、好き嫌い分かれるけどね。じゃあ、ここをこうやってさ、バシッと取ってさ、おお、やってみよう。ほいで、一箸つけたら代わりを持てとか言うのは、なんかそういうお殿様の話があったけどな。うん、あ、知らない？それで。うん、そう。おい、まあ、まあ、それはいいんだけど、こう食って、な、つけて。うん。いけるよ。じゃあ、今度はこっち行こうじゃないか。ね、これで、はい、こっち。行くぞ。ほら。これも、おお、なんかパリパリだよこれ。パリ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 。じゃあこれもここつけてね、いきます。うまいよこれ。うん、両方ともうまい。じゃあ代わりを持てって言ったら、お殿様、あれ庭のお花がって言って、どれって見てるうちに家臣がこれひっくり返しちゃうんだよ。で代わりが来ましたってこうやってビッとか言って、おおみたいな感じで。蓬莱姫路は美味しいと思うけどね、まあ、好き嫌い分かれるけど、ちょっと風味が独特の、メジナとは違う風味がね。そうですね、まあ、麦わらの風味とか言う人もいるんだけど、なるほど、うん、麦わらの風味、うん、じゃあ行きます。じゃあね、はい、ビールの次は第2ステージ森若です。やってください。はい、っていうか私のなんだけどね。はい、あ、よしじゃあそれでもってこれだ、ほらお湯をな、ここにな、だーって、これ何でやん、お湯なんで入れんの、なんで入れんのって言われるとちょっと困るんだけど、まあ、おーってやってる、ね、じゃあ行きます。飲んでみてください。はい、飲みました。うん、
自分自身が飲むんだ。うん、うまい。これはうまいよ。やっぱね、森若に限るよ。それで第2ステージはこれだからな。これ第3ステージがあるからな。第3ステージは別光漬けだから。これはね、ブイヤベース、知ってる？ブイヤベースって磯の香り漂うブイヤベースに今度はネギも漂うからな。我らは磯の香り漂う和風ブイヤベースにネギ、はい、入れてください。漂わせてください。これ翔太員が持ってきたネギです。漂いました。パパ、あ、こっちか、うん、そうだよ。この前はなんか他の、あの動画でやった時には葉っぱも漂ってるあの洋風のブイヤベースだったけど、今回はほらね、それに対抗して我らは和風ブイヤベースにこのようにネギが漂ってるんだよな。磯の香りも漂ってるんだけど、よし、じゃあこれで蓋してもうちょっと置いといて、このね、バーベキューの上で何分、そうだな、まあ3分56秒待ってください。はい、じゃあ次のステージに行きます。次のステージ、チャラーン、できました。おらね、磯の香り漂う、ネギも漂う、これは和風ブイヤベースでございます。じゃあどうぞ行ってください。じゃあ来てください。じゃあね、行ってください。あ、どうぞどうぞ。ね、あんまりかきますと、あの、うん、水の骨が出てくるから。ネギの汁を。うん、ね、まあ、とにかく。いや、熱いよ。熱いよ。当たり前だよ。ね、ネギ漂うブイヤベース。ね、ダーッとこう、ダーッと入れるぞ。おっしゃ。じゃあ、熱い？熱い？行きます。行きます。行ってみます。熱いよ、お前。ここは熱いから。うん。熱いけど、お、熱いけどこれいい味出てるよ。でもネギがいいね。ネギがやっぱネギでしょ、うん、ネギが磯の香りというか、なんかネギの香り漂うなんかでも目地のいい出汁も出てる。うん、美味しい。うん、いや、これはうまいよって言っても、これ酒の魚にはならないのがちょっと欠点で、なんかどっちかっていうとこれご飯にかけて食いたいような、なんかね、ご飯のおかずにしたいというか、ご飯を食った後にこれをなんか飲みたいみたいな。美味しいっすよ。はい、じゃあ第3ステージ、第3ステージ、こっちはね、美味しいね、美味しいべっこう漬けです。あの、いい魚だな。これでこっちはどうでもいい魚の翔太員の、あの罰ゲームの、あの別光漬けです。でも美味しいよ。まあ食ってみて、まあ、食ってみてください。どうですか？こっちはいい魚。うん、いい魚。どうですか？うまい。うまいでしょ？うん。でも花火やってもいいかも。うん。お、電気がつきました。ほら、第三ステージ電気ついた。第三ステージ。これいい魚。甘みもあって美味しいでしょ？うん、これブダイ。ほら、ちょっと食べてみて。これあの、しおちゃんつったブダイ。うまいよ、めっちゃうまいよ。ブダイですよ、ブダイ。うまいでしょ？こっちはどうでもいい魚。これ食ってみなよ、まあ食ってみろって。今食えよ、まあほら。俺も食うからよ、じゃあよ。な？人に食わせ、人に食わしてるよ、こいつ。なんだよ、これ。自分で食わねえ、人に食わしてんの。なんで、ひでえな。いや、俺食うからよ、これ。じゃあ食ってみます。ね、これ、どうでもいい魚の罰ゲームの方です。いきます。おいしい？おいしい。まあ。そっちもうまい。うん。別光漬け普通に醤油で、うん、うまい。こっちは、うん、食べる？これはいい魚、これはブダイだから、ブダイ。変わんないよ。変わんない。変わんない。じゃあ、行ってみな。じゃあちょっと行かせていただきます。うん、そっち、じゃあ、うん、罰ゲーム。なんでいい方の魚？先にいい方の魚食うなよ、ブダイ。それはずるいじゃないかよ。え？え？はい、食えよ、はい、食えよ、早くその、ね、それ食えよ、これ、うん、それ罰ゲームなんだからどうでもいい魚。やっぱこっちの高級だよ、やっぱり、うん、全然違う。それブダイだもん、うん、そっち、塩ちゃんの方はブダイだもん。こっちはほら、食えよ、早く、食えよ、早く、食って、はい、食えよ。美味しいでしょ？うまい、うん、普通にうまいでしょ？罰ゲームじゃない、うん、普通にうまいでしょ？うまい、うん、うまいでしょ？なんでしょう、うん、これ、イスズミだよ、イスズミ、イスズミ、ちっちゃいイスズミ、ちっちゃいイスズミ、うん、あ、イスズミちっちゃいと美味しいんじゃないですか？いや、でっかい方は普通食うとか言うけど、うんうん、なんか刺身さばいた時には緑色してた身が、うん、変な。なるほど、うん。変な緑色っぽい色してた。大きいのさばくと青色ですからね、うん。ブルーですから。うん、なんか緑色してた。でも、うん、まあ普通に食えるよな。いや、うん。こっちはあっという間に完食です。あ、もうなくなった。ほら、こっちいい魚。こっちはどうでもいい魚。ああ、もうないよ。第3ステージは、これでね、
すずみって聞くとなんかあれだね。いすずみ、いすずみ、食えよ早く、食えよ早く、それ罰ゲームな、一匹も釣ってこないんだからよ、これな、ブイヤベース、これ、正体の一匹も入ってないんだから、食ってくれよ。食いました。食った？美味しいでしょ？美味しいよな。美味しい、ほら、美味しいよ。美味しいって。ほら、ついた。いけ。これ色が変わるやつだ。変わるやつ。あ、その千葉のか。よし、ほら、行った。行ったぞ、ほら。おー、これだ、これだ、これ。見てくれ、これだ。しおちゃん向きの、このね、哀愁漂う。哀愁漂う。出たよ、これだよ。これが日本のやっぱりね、哀愁漂う花火だ。おー、また出た。おー、一回終わって、なんかこう、つくところがいいね。なんか剣探隊っぽくて。これほら、ついた。こうやってさ、あそこからで、あとは水銀体力動かすな、絶対動かすなよ。なんか形が良くないけど、だんだん丸くなってきた。あ、なんか、たんだ、ハジマンド、よし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 、頑張れ頑張れよ。お、出た出た出たぞ。おー、やったやった。ほら動かすな、よし、今40歳。ああ、42歳。なんだよ、42歳だよ。短命だな。もうそれ反対。それ反対。それ反対だよ。それ反対だよ。その火のとこでやる、火のとこで。この前、うずらもタバコの火反対に作った。よしよし、いったいったいった。最後、これが最後。さあ、今15歳。いった。よし、20歳になった。成人になりました。揺れてる。成人になったぞ。緊張する。22、25歳。あ、来た。やった。30歳です。30歳。おお、でかいでかいでかい。おお、35、40。お、いったいったいった。これはでかいよ。ちょっとこれは課長いった。今部長です。部長まで行きました。ああ、専務になる前にちょっと死んだ。ああ、ここでまだなってるこいつ。なんだこれ。うわ、すごいよこいつ。ああ、でも死んだ。